フリードリッヒリストは、19世紀のドイツの経済学者、ドイツ歴史学派のタイト、国民的体系、国民的改革体系の処理論を発展させた。欧州統合の理論的先駆者であり、その思想は、欧州経済共同体の礎となった。ナショノール・システム・ダポリティションを絡み、1930、ビュルテンベルクの帝国直属都市ロイトリンゲンのカは、ナメし。 匠の子として生まれた。14歳の時に、ラテン語学校を、中位の成績で卒業するが、父の職業には適さなかったために、1806年には、ブラウボイレンの市役所事務室に初期として務め、ウルム、シェルクリンゲン、1813年には、チュービンゲンの県庁へ転任した。チュービンゲン大学の講義に出席し、独学を始める。 1816年シュトゥットガルトへ移住して自由主義的な大臣バンゲンハイムに認められ、1817年には中ンゲン大学に新しく設立された財政学科国家政策の教授に任命された。1819年からドイツ商工業同盟を創立、活動を指導し、そのため1820年5月21日に官職を罷免されている。 この年に、ウィーンを訪問し、かねてから、ビュルテンベルク憲法闘争でのリストの活躍に目をつけていたメッテルニヒによる生涯にわたる迫害を引き起こし、翌年にかけて、両方議会にも進出している。現国家制度反対の先導、政府への侮辱の罪という宣告を受けて亡命し、アルザス・バーデン・スイス・ロンドン・パリと放浪し、1824年に帰郷し、 ホーエンアスペルクに投獄される。翌1825年にアメリカ移住を条件として放免され、以前から堂々を進められていたフランスの名士ラファイエットの忠告に従って、都米6月10日にニューヨークに到着する。国賓としてアメリカ各地を旅行していたラファイエットと3ヶ月行動を共にし、アメリカ一流の政治家に紹介された。 ペンシルベニア州のハリスバーグに農場を手に入れて農業経営の傍ら主にアメリカの制度実業経済事情に研究に従事した農業には失敗したのでレディングでレディンガー・アドラーというドイツ語新聞の編集を引き受け年俸700フランで政治記事を書く工業と農業の対立が鮮明に現れ運輸機関が国民生活を急激に変えつつあったアメリカでの 経験が後の著作に生かされている。鉱山事業に成功し、故国での名誉ある地位を望んだリストは、1832年夏に、アメリカ領事として帰国した。1833年までロッテックベルカーの、国家学辞典の編集に協力、ライプツヒドレス電鉄道の付設に貢献し、ドイツ鉄道網の完成を奨励した。諸雑誌の創刊関税同盟の設立、 記者としての活動で多忙を極めながら、政治的圧迫と中傷とアメリカでの事業の崩壊に苦しみ、1837年にはパリに旅行する。そこで、保護関税より自由貿易への推移のもとも、合理的な方法についてというパリ学士院の検証問題に刺激され、リストの主張、政治経済学の国民的体系ガスなしのーる、システムでアポリティションをエコノミーが書かれ、 帰国後の1841年に完成されている。同年、LINE 新聞の編集長のポストを提示されるも、療養を理由に断る。1844年にハンガリーを訪問し、1846年にロンドンで議会を傍聴している。オーストリアのクフシュタインでピストル自殺を遂げた。国民国家論発展段階論保護、貿易論農業制度論政治経済学歴史学派。 中野剛氏はフリードリッヒリストは政治経済学の国民的体系の中でネーションとステートの概念を明確に区別しているとしている。リストの経済学は重症主義と混同され、重症主義と経済ナショナリズムは同一視されるが全く異なるものであるとし、その志願は利益でも公用でもなく国民が共有する文化であり、物質的要素と 文化的要素は相互に関連し、共に発展できると考えたことであるとしている。柴山啓太は、リストの保護主義のポイントは、重症主義と保護主義は、異なること保護主義は保護そのものが目的ではなく、国内分業を進め、かつ分業した国民同士の結合を強めていくことが根幹で、それが、経済発展につながるということ保護主義を実践するには、 気候条件と一定の人口規模が必要であること、保護主義と鎖国は異なり、国内分業といっても自給自足を目指したものではないとしている。中野は自由貿易も得意な分野に特化し、輸出で稼ぐということになると、他人の市場を奪い取るなどの経済的な利益だけを考えているため、ほとんど重症主義に近くなるとしている。このような重症主義のロジックトリストの 経済ナショナリズムが決定的に違うのは富を取りに行くとか富を交換するといった論点ではなく富を自分で作り出すにはどうしたらいいかという生産の創造性について語った点であるとしている。デイビッド・リカードをはじめとする標準的な自由貿易の理論は物を交換すると効率が良くなるとか消費者の雇用が上がると言っているだけでありそのもの自体をどうやって人間が作っていくか どういう条件があれば生産ができるかという議論が全くなされていないとしている。経済学者の野口明は、幼稚産業保護論を唱えたフリードリッヒリストの貿易思想は、その後の発展途上国の貿易政策に大きな影響を与えたと指摘している。ありがとうございます。